ちょっと取り方分かってる。はい、茨城市15の未来まであったみたいな。未来花、せーので、未来花。はい、茨城市いちごの前未来花神寺です。今日なんですけども、前、農ワングランプリっていう、まあ、農業における、まあ、経営の向上を図るためのプランを発表する、まあ、ビジネスコンテストみたいなもので、まあ、出張いちご農園という革新的な、まあ、経営プランを、まあ、自分が発表させていただいて、で、まあ、今ちょっと6月でもういちごも終わりかけなんですけど、もうこの最後のいちごを使ってですね、まあ、その出張いちご農園の実施に、今回至ることになったので、その時の様子をぜひご覧いただこうかなと思っています。ということで、今大阪なんですけど、今日兵庫県の方で、まあ、住宅展示場の方ですね、まあ、実施したいというふうに、まあ、ちょっとご依頼いただいて、で今日持っていくというような流れになってますので、まあ、どのようにやっているかとか、まあ、その出張いちご農園の内容とかもちょっと詳しくお話しできればと思ってますので、ぜひよかったらご覧ください。はい、白鷺城や。白鷺城。美しいね。出張いちごなんですけど、本当にいちごだけじゃなくていろんな作物に応用できると思ってて、例えばこれからの時期、ね、ナスとかトマトとかキュウリとか、そんなのを、まあ、少し大きめのプランターとかで育てることができれば、まあ、それをそのまま持っていって収穫体験とかっていうのを、まあ、楽しんでいただくことができる、まあ、用途といっては、まあ、こういった住宅展示場で、まあ、そういう収穫体験をしたりだとか、まあ、いろんなイベントに応用できると思うので、ことの価値として、農業が魅力のあるものになっていくことの一つとして、まあ、どんどんやっていきたいなと思うことなので、少しやってみたいなと思う方がいれば、ぜひ声かけというかよろしくお願いいたします。はい、いや、僕カメラとかじゃあ撮ってるような感じこの感じで大丈夫、これだけで大丈夫普通な感じで大丈夫、はい、じゃあ逆に北野さんが聞いてる感じで、はい、私写真もちょっと押さえて、でもなんかじわりじわり。はい、というような感じで、出張いちご農園の様子、ご覧いただけたかなと思います。今年の2月にそういう経営プラン発表させてもらって、で、まあ、6月の方に、まあ、実施っていうことになったんですけど、今年のうちに実施することができて、まあ、よかったかなというふうに思っています。まあ、出張いちご狩りを、まあ、されてる様子っていうのはちょっと撮影できなかったんですけど、まあ、小さなお子様とか、まず家族連れの方ですね、そういった方がこんなとこでいちご狩りができるんだっていうようなリアクションで、すごく楽しまれていたので、そういう様子を見てですね、価値のあるものなんだなというふうに改めて、まあ、再認識しましたし、まあ、12月とか来年の1月とかにまた新たにいちごができてくれば、ご注文の方をお受けできると思うので、まあ、これを見てご興味持っていただける方いれば、またお問い合わせいただけたらなと思います。で、マイナミ農業さんの方に、まあ、今回取材していただいて、概要欄の方ですね、貼っておきますので、この出張いちご農園の内容とか、自分の農業に対する思いとか記事にしていただいてますので、それも合わせて
見ていただけるとありがたいなと思います。はい、今日はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。村山かねでした。ありがとうございました。